もしお腹を空かせた猛獣があなたの周りをうろついていたら、遡ること43年前の1980年1月3日ケニア。これはライオンの仕業に違いない。首都ナイロビ郊外にあるシャバ国立保護区の森の中で一人の男性が戦慄していました。この時男性が発見したのはジョイ・アダムソンという女性の遺体。彼女の遺体には大きな爪痕のような傷があり、この地区に生息するライオンに襲われたと考えられていたんです。そしてこの事実が世間に報道されると、人々は口々にこう噂します。あのジョイがライオンに殺されたなんて悪い冗談にも程があるぞ。人々が動揺するのも無理はありません。なぜなら彼女は自身の体験記が世界的なベストセラーになるほどの有名人だったから。しかし人々が驚きを隠せなかったのは、単にジョイが有名人だったからではありません。彼女はなんとはぐれたライオンを育て野生に返した人物だったんです。親とはぐれたライオンを育て野生に返したジョイ・アダムソン。彼女は本当にライオンに殺されてしまったんでしょうか。猛獣と強い絆で結ばれたジョイを襲ったのは、恩にも勝る悪だったんです。皆様新年明けましておめでとうございます。というわけでね、今年何年ですか。うさぎ年。ぴょんぴょん。うさぎ年なんですけれども、もううさぎのようにもっといきましょうもん。って言いたいところだけど、うん、あんたはもうすごい体調悪そうね、新年早々。いやいや全然全然。誤差です。誤差ね。僕の話はね、いいんですけどね。去年振り返ってみると、やっぱ一番は100万人突破ですかね。そうね。ビッグイベントだったわね。うん、サムギョプサル食べてさ、叫んで、その映像が YouTube ファンフェストの流れたわね。使われててさ、うんうん、嬉しかったっすね。なんか感慨深いものがあったわよ、あれ見てるとね。うん、特別な1年でしたね。新しいチャンネルもリリースされて、ね、アルゴメトリーね、うん、あの X ってつくやつとかね、うんうん、で今年はですね、うん、ちょっと実はまだ姉妹チャンネル準備してまして、うん、あとはもっと大きな挑戦があるんで、アルゴメトリー、アルゴメトリー X、ミッドナイトムーン、そしてねこの後ねいろいろね出てくる姉妹チャンネルとか、うん、まあ、我々のね今後の新しい挑戦含めて、なんか飛躍の年って言うとさ、なんか嘘くせえからさ、あんま好きじゃないんですけど、うさぎだけにね積み重ねだなって思いますよね。だからアルゴメトリー自体もね、うん、期待してほしいんだけど、私たちの挑戦もいろいろ普段告知とかしたりしてるじゃない、うん、そういうのも含めてちょっと楽しみにしててほしい1年ね。そうっすね、うん、なんか1日でさ結果出ることってなくて、ちょっとずつなんか積み重ねだなって日々思ってるんで、うん、華やかに見える世界って大体裏は泥臭いわよ。そうそうね、その一瞬の華やかさのためにずっと泥臭いみたいなことが結構正しくて、うんうんうん、別になんかねみんなにこう押し付けることではないし、俺らが勝手に好きでやってるんで、やっぱみんなからのね、うん、応援っていうのはかなり励みになるから、私たちはなおさら応援されてもらえるようにね、うん、そういう姿を見せていかなくちゃいけないって思ってます。そうだよね、うん、なんかここもね初期から変わらずなんか普通に飯行ったりするし、すげえ地味なんだよね俺、うん、本当になんかあんまりインフルエンサーさんの方々の絡みもそんな実はないのよ、うん、見てくださってる方々はすごい嬉しいんだけどね。いやでもそうね、平成フラミンゴさんとか、うん、バンバンザイさんが見てるね、なんかいろいろな方が見てくださってるみたいに、うん、あと江原雅宏さん、そうそうたるメンバーに見ていただいてます、ね、うん、岸田首相とかじゃない、いや見てる可能性あるわ、岸田っちも本当ありがとう。まあというわけでですね、ねえちょっとねすいません、新年早々喉でねテンションがあんまり上がりきらないところではあるんですけど、心は燃えてるんで、もっとね23年度やっていきますし、なんかね悔しいですよね。もっとおもろいの作れんだけどさ、皆さんが褒めてくれるんですけど、うん、マジで甘んじず頑張るんで、うん、引き続き応援よろしくお願いします。本当に頑張ります、頑張ります本当に。というわけで改めて2023年明けましておめでとうございます。よろしくお願いします。今年もねよろしくお願いします。次ぐらいからねテンション上げていくんで、ほんとすいません。本日ご紹介するのは環境活動家のジョイ・アダムソンという女性についてなんです。彼女は動物の生態を調査するため自然保護地区を訪れていたんですが、なんとそのエリアでライオンに襲われて亡くなってしまったんです。いくらさ動物と関わり合ってるとはいえ、動物の調査とかしてるんですよ、うん、動物もやっぱり本能にどちらかというと従うわけじゃない、人間みたいに理性があるわけじゃないと思うけど、調査してるとそういう事故もあるんじゃないの。動物責められないわよ、動物理性あるよ、ある子もいるよ、うん、ただ動物的なところもねあるという話なんですけども、うん、仕方ないよねで済まされる話じゃないんですよ。このジョイというね、うん、環境活動家の女性は、うん、こんな事故が起こるなんてと思われるほどのある偉業を達成した方なんですよ。何何何、彼女は一体どんな人物だったのか、そして本当にライオンに襲われたのか、早速事件の経緯から見ていきたいと思います。ジョイとライオン。遡ること43年前の1980年1月、ケニア・ナイロビ郊外。あれ
おかしいな。その日の夜7時、環境活動家ジョイ・アダムソンの助手ピーター・モーソンはラジオから流れ始めたニュース番組のオープニングを聞きながら首をかしげていました。彼が助手を務めるジョイはこの番組を楽しみにしており、毎日番組の時間までには必ず帰宅していたんです。ところがこの日はまだ散歩に出かけたまま戻っていませんでした。ただ散歩に出かけただけならさほど心配することはないのかもしれません。しかし実はジョイとピーターが暮らすその場所は野生動物がうろつく森のすぐそば。二人はヒョウの生態を調べるためキャンプ生活をしていたんです。ピーターが外の様子を確認するとすっかり日は暮れ、あたりは真っ暗。こんな時間まで帰ってこないなんてありえない。彼は一抹の不安を覚えながらジョイが散歩へ出かけた森へと向かいました。そんな大自然で夜の森から帰らないなんてただ事じゃないわよ、なんか起きてるわよ、うん、そうなんです。ピーターのね、予感っていうのは見事に的中してしまうんです。森を訪れたピーターが暗闇の中目を凝らして歩いていると、なんだ、道の先に何かが転がっているのを発見します。不気味に思いながらも恐る恐る歩みを進めるピーター。するとそこには血まみれのジョイが倒れていたんです。大丈夫ですか？ピーターは慌ててジョイに駆け寄りますが、彼女はすでに息をしていません。さらにはジョイの左肩から腕にかけて何か大きな爪で引き裂かれたような傷跡が。ピーターは青ざめた表情でつぶやきました。これはライオンの仕業だ。この時ピーターはジョイが亡くなってしまったことはもちろん、何より彼女を襲ったのがその猛獣だということに愕然としていたんです。ジョイがよりによってライオンに殺されるなんてあっていいわけないだろ。気をつけろ、どこに潜んでるかわからないからな。1956年2月、銃を構え仲間と共にケニア北東部のある村を訪れたのはジョージ・アダムソンという50歳の男性。そう、彼はジョイの夫です。ジョージの仕事は狩猟監視官、密猟者の取り締まりや人里に降りてくる猛獣の対処を任されていた彼はこの村に人食いライオンの討伐にやってきたんです。ここ最近村に姿を見せるようになったライオンは先日も川で洗濯していた女性を食い殺したといいます。村に普通にライオン来るってめちゃくちゃ怖くない？ジョイとライオンにはそもそもなんか縁があるみたいに見えたけど、それって旦那さんの仕事ともなんか関係あるわけ？そうなんです、関係してるんです。そしてこの後ジョイの運命を一変させる出来事が起こってしまうんです。待て、何かいる。小さな声でそう口にすると、一緒に歩いていた仲間を制止したジョージ。目の前の草むらからはこちらを睨みつける何者かの気配が漂っていました。そして次の瞬間、草むらから飛び出してきたのは一頭のライオン。とっさの判断で放たれたジョージの銃弾を受け、ライオンは大きくよろめきます。ジョージが続けざまに銃弾を撃ち込むと、ライオンはその場にどさりと倒れ込みました。ほっと胸をなで下ろすジョージ。しかし草むらにはまだ他にも何者かが潜んでいるようでした。ジョージはごくりと唾を飲み、再び銃を構えると気配のする方へ忍び足で近寄ります。するとそこには、何どうなったの？さてね、この草むらの中に一体何がいたんでしょうか？まあ、なんて可愛いの。帰宅したジョージが開けた車のトランクの中身に目を輝かせていたのは妻のジョイ・アダムソン。そう、トランクの中では子供のライオンが3頭じゃれ合っていました。実はジョージが撃ったライオンはこのライオンたちの母親。ライオンは草むらに潜んでいた子供たちを守るためにジョージに襲いかかったんです。警戒心を強め村の人々を襲うようになっていたのも子供を産んでいたがためでした。母親を亡くしてはこの子たちは自然の中では生きていけない。そうやって母親のライオンを殺めてしまった責任を感じたジョージはその子供たちを連れ帰ることにしたんです。何、もしかして、ジョージとジョイはここからライオンを育てる？そうなんです。え、このことがね、ジョイってね、関係者動物を築ける女性だからこそ襲われるわけがないってね、みんながそう思ったのがまさにこの後のそういった出来事。一体どんな風に育ててどんなことになっていったのか見ていきたいと思います。野生のエルザ。ねえジョージ、このままじゃこの子たち死んでしまうわ。悲しそうにそう話すジョイの前にはぐったりとした様子で横たわるライオンたちの姿が。実は3頭のライオンはジョイの家にやってきてから丸2日間食べ物を何も口にしていませんでした。ジョイは彼らにミルクを与えようとしたんですが、なぜか3頭とも行ってきたりとも飲もうとしないんです。なあジョイ、こうしてみたらどうだ。不安げなジョイの隣にかがむと哺乳瓶の蓋を外し彼女の手に向けて傾ける夫ジョージ。すると、まあ驚きの声を上げるジョイ。なんと3頭のうち一番小さな1頭がジョイに歩み寄り、哺乳瓶からこぼれて手に滴ったミルクを舐め始めたんです。ライオンがミルクを飲まなかったのは哺乳瓶に慣れていなかったためでした。そしてジョイはヒントをくれたそのライオンを撫でながら嬉しそうにこう言います。この子の名前はエルザにするわ。あら、でもエルザって可愛い名前じゃない？なんか意味があるの？実はね、ジョイの尊敬する友人、体がねちっちゃくてもこう勇敢だったりして尊敬している友達がいたんですよ、エルザっていう、そこから取ってきたっていうね、思い入れがある。
ね、実はですね、うん、僕もね猫を飼うんです。本当に飼うって決まったん？決まったんです。どんな子ちょっと見せてよ。どうぞ。この子どうやって出会ったのよ、うん、言えるわけないじゃん。プロポーズの言葉を隠すみたいな感じってこと？どういうこと？ちょいちょい出しますよ。ここからね、ジョイは世界中の人々に知られる有名人となっていくんです。というわけで本日のメトラーキーワード、野生のエルザについて。野生のエルザとはジョイとライオンたちの日々を記録した1960年刊行の体験記、後に映画化ドラマ化もされた大人気作品です。世界で初めてのライオンの人工保育を成功させたジョイはこの作品を通して多くの人々に知られるようになりました。野生のエルザの英題は Born Free、 新約聖書に登場する But I was free born に由来します。しかし私は生まれながらに自由です。その言葉の通り、エルザにとっての自由とは何なのか、彼女の本当の幸福は何なのか、それを追い求める物語になっているんです。その後3頭のライオンはみるみる成長し、次第に狭い家の中では飼うのが難しくなってしまいます。そのため夫婦はライオンたちを動物園に引き取ってもらうことにしたんです。しかしこの時1頭だけ夫婦の元に残ることになったライオンがいました。エルザだけならなんとかなるだろう。夫ジョージのそんな一言から3頭でも一番小さなメスライオンエルザは引き続き夫婦に育てられることになったんです。それは何よりライオンたちと別れることに心を痛めていた妻ジョイを気遣ってのことでした。しかしやはり1頭といえども野生肉食獣を小さな家で飼い続けるのは無理な話だったと夫婦はこの後思い知ることになるんです。じゃあ何、うん、結局夫婦はエルザを手放すことになるわけ、うん、まあそれはそうなんですけど、実はここからが異形の始まりだったんです。一頭だけ家に連れ戻され、ジョイたち夫婦の愛情を独り占めできるようになったエルザ。3人でキャッチボールをして遊んだり、海水浴へ出かけたり、エルザと夫婦との関係はまるで本物の親子のようになっていきました。しかしそんな日々も長くは続かなかったんです。やっぱりエルザを動物園に預けないか。エルザがやってきて3年が経とうというある日、ジョイに向かってそう切り出したのは夫のジョージでした。夫婦の前には家の中を落ち着きなく歩き回り、たびたび悲しげな泣き声を上げるエルザの姿が。2歳を超えたエルザは発情期を迎えていたことも、手狭な飼育環境に明らかな苛立ちを見せるようになっていたんです。ただジョイはそんなエルザを前にしても夫の提案を受け入れられずにいました。まあ確かにめちゃくちゃ自称にかけて育てたし仲良くなったから手放したくない気持ちはめちゃくちゃわかるんだけど、このままだとエルザがかわいそうじゃない？ジョイがね、夫の提案を受け入れられなかったのは、うん、エルザをね手放したくないとかね、そういう単純な理由ではなかったんです。不満をあらわにするエルザを前にジョイが思い浮かべたのは、夫ジョージと3人で出かけた草原で生き生きと走り回る彼女の姿でした。そしてジョイは力強い口調でこう言い放つんです。エルザ、野生に返しましょう。野生に返すとかできるの？だってさ、自分で餌だって取りに行ったことないわけでしょ。取り方もわかんない子に野生に戻すなんてできないじゃないの。まあ、それこそね、本能でいけるかいけないかっていうところはね、うん、考えたんだと思うんですけど、ここからね、うん、夫婦とエルザの苦難の日々が始まるんです。最大の試練、エルザの目の前で鼻息を荒げるのは彼女に追い詰められた小さなイボイノシシ。エルザを野生に返すと決心した夫婦はすぐさま狩りの訓練を開始しました。するとエルザは予想に反して簡単に獲物を追い詰めることに成功したんです。ただここからが問題でした。イボイノシシがそうやって威嚇するとその場から一目散に逃げ出すエルザ。またダメか。そんな彼女の姿を見てジョイたち夫婦は落胆した様子で肩を落とします。エルザはあと一歩というところまで獲物を追い詰めるものの、なかなか仕留めるまでにはいかなかったんです。やっぱ難しいんじゃない？だってさ、親の狩りを見て真似てやるわけでしょ。それを見れないんだからどうすんのよ、うん、そうですよね、うん、でもジョイはその無理なんだよ、一刻も早く成し遂げる必要があったんです。もし3ヶ月以内に狩りを成功させられなかった時は動物園に引き取ってもらうからね。エルザを野生に返すと言い出した妻ジョイに言い聞かせるようにそう告げるジョージ。狩猟監視官の夫ジョージは一度人に飼われたライオンに狩りを覚えさせることがどれほど難しいことか身に染みて分かっていました。そのため彼は上司とも相談し、期限付きでエルザの訓練を行うことにしたんです。それはエルザに狩りを覚えさせるのは無理だという半ば諦めにも似た約束でした。そして夫ジョージが予想した通り、エルザは一度も狩りを成功させられないまま約束の期限はあっという間に1週間を切ってしまうんです。この時焦ったジョイはこんなことを口にしました。エルザを置き去りにしましょう。いつも狩りの訓練を見守っていた夫婦ですが、残りの1週間エルザをキャンプ地に放置するという強硬手段を取ることにしたんです。狩りをしなければ生きられない状況ならエルザも必然的に狩りをできるようになる、そう考えての決断でした。そんなことして本当大丈夫なの？大丈夫じゃなかったのです。エルザを自然の中に置き去りにしてから1週間後、ジョイたちは再びキャンプ地を訪れました。そんなエルザ、1週間ぶりに再会したエルザのその姿にジョイは驚きの声を上げます。そう、この時エルザは
痩せ細り衰弱しきっていたんです。足元に倒れ込んだエルザを撫でながら涙をこぼすジョイを前に、夫ジョージは静かにこう言いました。やはり動物園に引き取ってもらおう。その方がエルザのためだ。不本意だろうけど、これはもう仕方ないわよ。だって、まあ、動物園の方がね、もう体が合っちゃってるんだもん。そう思いますよね、うん、でもジョイはね、諦めなかったんです。エルザが倒れてから1ヶ月ほど経ったある日、いつか見たのと同じようにエルザは小さなイボイノシシを追い詰めていました。その傍らには狩りの様子を固唾を飲んで見守るジョイたち夫婦の姿が。いつもならエルザはここからすぐに逃げ出してしまっていたんですが、今日はどこか様子が違います。エルザは激しく吠えるとイボイノシシに襲いかかっていきました。頑張れ。必死に獲物を追いかけるその姿を夫妻は声を上げて応援します。逃げ惑うイボイノシシとの距離を徐々に詰めていくエルザ。そしてやった、見事に獲物を仕留めてみせたエルザを前にジョイは涙を流します。実は夫ジョージからエルザを動物園に預けようと言われたあの日、諦めきれずにいたジョイは訓練の期間延長を願い出ていました。そこから訓練の場所を変え、また一からやり直すことにしたんです。ジョイが新しい訓練の場所に選んだのは、生まれたばかりのエルザを保護したあの村の近く。手つかずの自然が残るエルザの故郷には野生動物も多く生息していました。以前特訓したキャンプ地よりも狩りがしやすく、エルザを野生の生活に慣らすにはもってこいだとジョイは考えたんです。かくして狩りを成功させてみせたエルザ。ジョイが涙を流したのはエルザの成長はもちろんのこと、それが彼女との別れを意味していたからでもありました。すごいじゃない、最初イノシシからも逃げてたのにさ、うんうん、本当に狩りができるようになるなんて思わなかったわよ。そうなんです、うん、ジョイ以外はね、みんなこうできないって思ってたんです。だからこそね、ジョイはね、世界で初めての偉業を成し遂げたとね、感謝と言われてるんですよ、うん、でもこの話まだ続きがあるんです。どうなの、恐ろしい生き物。エルザを野生に返して数ヶ月が経った頃、ジョイたち夫妻は再びエルザの生まれ故郷を訪れていた。エルザがどう過ごしているのかが気になり、1週間ほどキャンプを張ることにしたのだ。しかしジョイは久しぶりのエルザとの再会を目前にして、どこか浮かない表情をしていた。エルザは元気でやってるかしら、置き去りにした私のことを恨んでいないかしら。そう、エルザが狩りを成功させたあの日、夫妻はエルザが気がつかないうちにひっそりとこの場所を後にした。ジョイはその後、寂しそうに自分たちを探し回るエルザの姿を想像せずにはいられなかったのだ。そしてこの日はキャンプ最終日、未だにエルザの姿見つけられていなかった。エルザが見つからないのはきっと元気でやってる証拠さ。さあ僕らもそろそろ帰る準備をしようか。落ち込んだ様子のジョイに向かい、夫のジョージが声をかけたその時だった。ジョージ。ああ、遠くから響くライオンの声に慌ててテントを飛び出すジョイとジョージ。するとそこには子供のライオンを3頭引き連れ、茂みから姿を現したエルザの姿が。彼女は立派に母親になった姿をジョイとジョージに見せにやってきたのだ。すごいじゃない。なんかエルザはさ、ジョイが来てくれること分かってたみたいじゃない、うん、そうなんですよ。人間がね、猛獣とここまでね、一卒してね、通わせられる、うん、本当にすごいことなんです、うん、だからこそね、ジョイがライオンに襲われてしまったというこのニュース、世界中にショックを与えたんです。ジョージとジョイはエルザを野生に返した後も様々な野生動物の保護研究に尽力。エルザの他にも保護したライオンを何十頭も野生に返すことに成功しました。そんな最中、迎えた1980年1月、ジョイがライオンに殺されたというニュースが報じられ、世界中が衝撃を受けたんです。さらに遺体発見から2日後の1月5日、事件の続報に世間は再びざわめくことになります。司法解剖の結果、ジョイの体に残された爪痕のような傷は刃物によるものだと判明したんです。そして間もなく一人の男が逮捕されました。逮捕されたのはジョイたち夫妻に養子として引き取られ7年を共にしたアリという17歳の少年。アリはジョイの助手を務めていたんですが、ジョイはアリを家族だと思っていたがゆえに彼に給料を支払っていなかったといいます。他の助手に給料が支払われているのを見て、アリはそのことをずっと不満に思っていたんです。いやいや、本当にまさかの展開じゃないの。ライオンとは心通わせ合いができたのに、人間の家族とはできなかったって。それがですね、この事件に関しては真相分からずじまいなんです。ジョイを殺害した罪で有罪となったアリに下された判決は無期懲役。しかし逮捕から22年後の2002年、彼は恩赦によって釈放されることになるんです。そして釈放されたアリは事件についてこう語っています。ジョイが死んだ日はちょうど休暇を取って兄に会いに行っていたんです。彼女が死んだと聞いた時は本当にショックで2日間何も喉を通らないほどでした。なんとアリは自分に下された判決を冤罪だったと主張しているんです。さらに彼の弁護士によると、事件に関連する120の証拠品、60人の証言、どれを調べてもアリに関わりのあるものは一つも
見つからなかったといいます。事件当日、ジョイのテントの中にあったスーツケースが荒らされていたことから、犯人はアリではなく見知らぬ強盗であった可能性も十分にあるんです。それにもかかわらずアリが有罪になったのは当時の裁判で自白を強要されたためだという見方も。いずれにしてもジョイを殺害したのは森に住まう猛獣ではなく紛れもない人間だったんです。さらにアリが冤罪だったとすれば、その事実も合わせこの事件にまつわる人間の悪意に恐怖を覚えずにはいられません。悪意を持った人間は猛獣よりもずっと恐ろしい存在なのかもしれないんです。